どうもおはようからこんばんは、とのでござる。ドールズフロントラインやっていきましょう。さて、昨日ね、ストアアップデートでいろいろと仕様が変わりまして、一番大きく変化したのはこちら。なんか星型のありますよね。いろんな実績が新たに追加されまして、見た目の印象的にはね、あのデスストのステータス画面みたいな感じのあんな感じの星型になってまして、いろんな人形とか、あとは妖精とか重装部隊融合勢力で、さらにはこっちの星とか拠点建設だったり後方支援で作戦指揮とか部落の素養化とかもあったりしまして、1日ぐらいかけてというか1日経って、ここまではね進めた。こっちの方もね、実績的にはあとは最終交差っていうのかな、ここら辺のステージを残すのみとなって、新たにねアンロックすることでいろんなアイテム、ほんと大量のアイテムね、バッテリーとか作戦報告とかコアとか、まあそういうのをいただきまして、こっちのね娯楽の方ね、ラフベリーチェスっていうミニゲームがしばらく前からあるんですよ。あれがね個人的にね興味なくて一回もまだやっていないんですよ。そこをやらない限りこの娯楽の素養のところは先に進めないんですよね。レベルがあってね、今ここはレベル2の段階で、他はもうだいたい5とか、あと達成できている後方支援とか拠点建設については6まで、要は最大レベルまで来ているんですよ。あ、左ね。いや、私実況者だから顔出しはできないからね。こういう見た目と、さらには、わーちゃんの愛を込めて抱き枕を、背負っているこの私ですけれども。と、まあね、それで実績をアンロックしたり、で、あとイベントね。ログインボーナスでデザートイーグルもらえるんですね。で、期間限定チャージというもので、ダイヤをくべれば、さらにね、ちょっとこう、1割ぐらいは返ってくるというね。そういうのがあったり、あとコインももらえますし、今、スキンガチャ新しいの来ていますしね。そういうのもあって、課金もして、このパックもね、欲しいんですよ。ちょっとね、1日目が380ダイヤぐらいで、2日目が少しね、値上がりしまして、最終いくらになるんだろう。でも、もらえるものが、コイン500枚だったり、途中でも、だって作戦報告2000にコア380とか、で指輪2個でしょ、ここは訓練で、この辺資源とかでしょ、美味しいなって思って、ここはぜひとも、足りない分は課金してでもいいから、ここは欲しいな。まあそんなこんなでね、実は資源も30万オーバーしていたんですよ。で、いろんな実績、妖精方面で原型妖精がね、結構もらえたんですよ。あれで、いよいよ私の空挺妖精も星5にしたいなと思って、この開発の妖精の構成、やりまくってね、構成チケット1万以上あったのが、もう残り761で1回やるたびに、これだけ資源ね、600とか消費して、で、テンプをね、揃えるためにやってたんですよ。それで資源がね、10万ぐらいまでは減ってしまって、そっからさらに実績解除で資源は回復させての、いや、結果としてね、まだね、妖精、無論私妖精も一神教ですからね、空挺妖精だって1体しかいないよ。でもね、あとちょっとなんですよ、経験値。あと200ぐらいでようやく星5に行けるんですよね。嬉しそうに笑ってはいる。いろんな妖精ね、持っているでしょう。一通りは持っていて、一神教なんで一体のみの星5にしながら、どんなのが強いかなってごじょごじょ試したりはしててね。で、融合勢力の方も今ね、ジャッジなんですよ。ジャッジの声優豊崎あきちゃんで、私と同郷かつ同い年だから、まあ、星、使わないにしてもね、欲しかったんですよ。そこは普通に取れた。次のエージェントはぜひとも欲しいし、融合勢力の方の実績を解除することによって、超電磁パルスとか、大量に入手できたんで、そこは取れるかなと。
でいろんな資源も余っていたんでね、突破できているのはスケアクローだけだな。指輪も上げちゃったし他はねレベルは100にしたりで星5にもしたり、この辺の他のもね、融合勢力ももちろん一神教ですから、ここら辺は次の極地戦区、いやでもできれば自分の戦術人形で極地戦区最終突破したいなとは思えど、いざダメだった時のことも考えて、融合勢力だってレベルとかあとはスキルとか星か、編成拡大の方もねまだ途中かな。ストライカーのスワップがまだ途中だなとかね、いろんなことをねしてたこの1日で。そのせいで資源も減ったし、構成チケットも減ったし、バッテリーもクソあったのを、作戦報告書をね10回か20回作るっていうのもあって、1ずつやって、ショートカットで450バッテリー使うんで、それを繰り返しまくって、あでもバッテリーはまだ3000ぐらいあるか、そんな感じでもういろんなことをしてました。で今回ね、まあ実況内で何かやるとすれば、この辺の最終交差のステージ何やろうかと思ってて、大概手間のかかるというか時間のかかるステージなんですが、で野戦ぐらいはねいけそうな気がするこんなマップで敵全部倒せっていうね、なかなか無茶をおっしゃるところではあれど、まあやってみようかなと。でメンバーについては融合勢力は出せないんですよね。しかも配置できるのは4部隊。ワーちゃんの部隊ね、ショットガンとマシンガン、ライフルであっても、ここはね、野戦メインの編成にしている。じゃあワーちゃん行きますか。出撃？まあいいんじゃない？パッと見ね、ちょっと覗いたぐらいなんですが、多分この戦力でもね、いけるとは思う。で、お次は、愛ちゃんたちのチームね、今回の水着スキン、DP12、入手いたしました。課金して、返却のダイヤと、あとコインももらえる分も合わせて、1800枚ぐらいでね、挑んで、そのラストで取れた。ほんと欲しかったのは PPK とかだったりで、あと欲しいのもね、LTLX か、あの辺も欲しかったんですがね。まあそこはおいおいということで、しかも残りターン数は5。これやってもね、経験値も入らないし、ドロップもないんですよね。BGM も変わらないし。これは、どんどん敵は向かってくるっていう感じなのかな。大丈夫大丈夫、ショットガンにはね閃光弾とかあれこれね、長い時間かけて作ったりしてて、あれでダメージのカットをマイナス3なんですよ。ってことは1ダメージとかだったらもうノーダメージになるんですよね。これ強いなって思うんですよ。てかこの辺のスカウトって攻撃がね当たりづらいんですよね。妖精はもうガンガン使おう。オブリビオン特定のマスにいれば強化できるんですよ。ただできる場所が2箇所っていうね。で移動させるにしてもショットガンとか動き遅いからこれはあまり発動させる意味がないな。じゃあイワシ部隊も使っちゃおうか。とりあえずまずはどんどん部隊を出そう。それで行動ポイントを稼ぎながら残り4ターン。気をつけてください。0ターンも入るからね、実質5ターンか。さあどんどん落ちますよ。 iPhoneSE3 の力を思い知るがいいこの iPhone13 と同じ CPU というプロセッサーっていうんだったっけな、 A の13だったっけ。この高性能の力を思い知るがいい。後の舞台はもう何とも言えない編成にもしているし、ここはね、空挺用、空挺かつ、野戦の、SMG と AR 部隊なんですよ。ただ、空挺使う要素今ないから、じゃあこっちの双子妖精。こんなものか。妖精、発動だけはしておこう。
これで敵を全員倒しきれればいいんですけれどもね。なんか強そうなのした来なかった、気のせいか。安らかに眠りなさい。獲物は獲物らしく狩られる。実績解除とかでね、局地戦区とか終わった後に出てもね、次第7期が始まらない限りその実績って埋まらないんだかな。いいね、やっぱ綺麗だな。いや、動画として見ている分には変わっているかどうかはわからないんですがね、私こうしてキャプチャー撮っていっても綺麗だわ、絵は。アップデートで再挑戦もできるようになったから、いわゆるタスキル的なものはもうしなくてもいいし、あとは模擬作戦も仕様が変わりましたよね。ポイントを貯まるのを待つ必要はなくて、でさらに防御演習だったか、あの辺も仕様が変わって、仕様というか新しいのか、新しく140羽ぐらいまで生きれるようになったのかな。あっちもやらんとな。永遠に黙りなさい。いいね、無効化聞かぬわ。みんなが待っています。さて、変な暴力禁止ですわよ。この愛ちゃんのねメカスキンは、これは前回説明したな。負けを見てご注文が来ましたわよ。大型イベントだって7月の中旬ぐらいから始まりますしね、しばらくは資源をまた貯めてっていう感じにはなるか。ちょっと消費しすぎたところもありますし、でできれば外周の方に行きたいんですよね。一旦交換して、で補給で、レーダーを抑えていきたい。あと2か。レーダーを抑えるために、でもな、補給は大丈夫か。ちょっと一発かまして、てかあとどれだけ敵が残っているんだかわからない。永遠に黙りなさい。ドラグーンのスワップか。ちょっと削れているな HP は。まあでも微々たるものだ。 HP1157。お客様たち、今回も満足していただけたようですね。いいな水着スキン。久々だわ課金したの。いや、あの月パスについては課金はしているんですけれども、それ以外でくべたの久しぶりだな。で残りターン数2ですが、0も合わせるからあと3ターンで、これで戦場の全容的なものはほぼほぼ見えてきた。てかワーチャンサイドいないんですね。左側がもういないんだったらワーチャンこっち行くか。せっかくだから照明要請、命中上がりますからね。まあ使わずとも勝てるがな。それよりかは他の、実績の最終交差の方で妖精指令使った方がいいから、今回あんま使わない方がいいかもしれんな。あとハンドガンにもね、照明弾かも持たせているから、チーム全体の命中力も上がるんですよ。おわーちゃんが MVP。でもバグなのかな、ライブ 2D のスキンあるじゃないですか。あれタップしても動かないんですよ。いやホームのワーちゃんは動いてくれるんですけれども、あの辺直らないかな。金曜日もね、私夕方やって、で夜はねやってなかったんですけれども、なんかログインできない指揮官の方々もいたようで、緊急メンテもあったりしたんですが、まあ土日はね休みだからね。さてあとはどうしようか。案外ターン数に余裕がある。
ふむ、まだ1体いる。じゃあそこはダネルの舞台で、双子妖精とダネルの格好よく似ているな。髪の色も近いし、でメイドだしね。狙い撃つ。誰にでも救われる価値があるとは限りません。見たか。でこれで完了か。よしよし。でこれで達成したから受け取りができて、でこの人形装備に関しては達成できたと。兵器の帝王。まあ、こんな感じで残りやっていって、まあ、可能な限りはやるか。このラフベリーチェスだけはね、ちょっとやらないかもしれない。この娯楽だけは達成できないにしても、それ以外のところは完了まで行きたいかな。あ、でもこれ無理だな。そうだ、極地戦区。ここは無理だな。まあ、可能な限りはね、やっていこうと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。